いやそうなってくるとこんなことはあってはいけないみたいなことは、うん、あるかもしれないけど、うん、そんなことも起こるって考えだから、うん、だからそれそんなことをあなたが起こしなさいじゃなくてそんなことも起こるのが世の中だからどう生きるかっていうふうに言ってるじゃん。でそれがなんかだから人とのコミュニケーションの中で何かトラブればその時の自分の意見とかトラブったことをどう対処していくかとかどこを目線で対処していくかとかなんかそういうのがあのまあでもさ本当にあのいろんなことでトラブった時にメールがバーって来た時さメールも見たくないよねもうなんかもう字がもう読めませんみたいな感じになってでもよし取り組むぞってなったら入ってくるけど、うん、なんか普段なんかやっぱりそのめんどくさいことっていうかそのお酒で楽ちんで暮らしていることは、うん、まあ子供のうちはいいかもしれんけど、うんまあ、大人になったらやっぱりその辺はね、で大人になってもあのまあ、その学校の PTA の役員なんかだったらそんなに難しいことを要求されたらこなせないから、うん、内容は難しくなくするべきだと思うけど、うん、仕事だったらやっぱりこうベテランの人とかさ、うん、なんかそういう人たちが、まあ、やんなそこまでなだからどんな仕事でもそのそういうことにこう長くやってれば、うん、その長けてきて、うんあのまあ、人間関係に大工さんとかでも、まあ、人間関係、うん、腕が良かったら仕事になる。うん、だから今なんか IT とかだったら本当にその、うん、なんていうの、まあそれにたまたま詳しくてその仕事になるっていうのきっかけはそうでも基本的に仕事によっては詳しいじゃん。でも電話屋さんとかだったらさ、うん、やっぱりその時に言われたマニュアルで多分こなすし、うん、まあ保険屋さんとかでもどんどん新しい商品が出てくるからさそれについて、うん、あのまあそのそこの指導でやってるから人によっちゃなんかはっていう人も、うん、まあでもはっていう人も生活していかなきゃいけないから、うんあとはなんかやっぱりそのいい会社だとしてもいい人材が来ないとか、うん、いい人材が育たないとか私の知り合いなんかはお前らって言ってあの去られる寂しさをお前は知らないんだって言われてやっぱりレベルの高い人はやっぱ自分でやるってだからレベルの高い人は残らないって言われてあそうなんですかっていうかまあ確かに、まあ、職種によるでしょうけど、うん、とかあとなんか美容師さんとかでもさなんかすごい育てたはずがさお客さん持ってどっか行っちゃうとかさ、うん、よくあるね。ねそのまあ人付き合いもねそれ人付き合いそのものがお金になったり、ねうん、する、うん、確かにするからね、うん、だからなんか人付き人間関係の話がどうしてこう話になってるんだろうでもまあその人間関係はやっぱ自分のところから始まるんですよっていう話に な,、うんうんうん、なったんですよね途中で自分のあだから自分と向き合うってやつがさそうです、ね、なんかこれなんか結構やっぱみんなやらないのかなどうなんだろうなんか私やらないから分かんないんですよ、自分と喋ってたじゃん自分まあでも私もそうだなんかあるまあある事件というかもう本当大きな大事になった時にうわーって思って自分の中で自分が2人現れてさ、うん、どうすんの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 マジ2人現れたと思ったけどみたいな感じでそのまあ最初のうちはなんかまあ、会社とかに勤めてないからちょっとミュージアムって特殊な職業だから、うんまあ、変わった人も多かったからそれで住んできたんだけど、まあ、普通の世の中ってまあそうはいかないよねっていう時に、うん、あみんなってこうやって自分の立場を誇示したりその人を貶めることで自分を強くしたりとかっていうのを平気でするんだなと思ってすごいびっくりしちゃってあと申し送りがまあできてなくて、うん申し送りはするもんじゃないですかみたいなだから申し送らないように全部自分でやらなきゃいけないってことをそこで学ぶんだけど、まあ、自分と向き合うということと、うん、あとなんていうのか第三者の目というかなんていうんですか俯瞰した目っていうのも必要ですよね、うんまあ、だから自分と向き合うことイコールまあ俯瞰も必要だしっていうのもあるんですけど人と付き合うことも自分と向き合うのと俯瞰は大切だからだから人と付き合ってみて初めて自分のこと分かったりするそうなんですよね、うん、だからその一人で生きるって言ってもさ無人島だって一人は無理よ、うんうんうんね、なんか魚取って食べて暮らせばいいけどさ岩窟を覆うぐらいかなだからなんかその人間関係がうまくいかないんですっていう前に自分の中にあるそのなんだろう、うん、気持ちともう少し対話するとかまあそんなこと言っちゃうとになるからそんなことしなくたっていいんだけどねでも歌やるとそれはどうしてもやらざるを得ないんであとあの芸術とかねそういうのをされてる方たちって、うんあのまあ、結果その何かお出来になって売れたからその有名なその作家とかになったりするんだけど、うん、あのな基本みんな似てるなと思うのはやっぱその辺の対話が形になったりとか、うん、対話っていうのは自分との対話、うん、そうなったりとかその作品になった時に、まあ、その人がそれを、うん
なんか憧れでさ、その歌手になりたいとか、なんか芸術家になりたいとかさ、うん、そういう人たちってまあ時に思うかもしれないんだよね。でもこれってその職業を目指してなる職業じゃないからさ、まあ分かんない、警察官になりたいとかさ、銀行になりたいってなったらそういうのできるかもしれないけど、芸術家ってやっぱり芸術家っていうか一個人じゃない。だから会社勤めする人がおかしいことは全然ないんだけど、そういうのではないから、就職活動して就職するものじゃやっぱないから、だから自分ってやつといつもこう対話してなきゃいけないというこの煩わしさはあるし、あの面倒くさいことから一回でも降りちゃったらもう続けられないんで、だからもうずっとやっぱその面倒くさい中に結局いて、まあ、どうやって生んでいくかで、まあ、そういう意味だから北野キーなんてあんな若いのに、そう分かってなんか大したもんだなと思って見てたけど、そのなんかいい作品に出会うっていうのもあるけど、その人だからそのいい作品になったっていうのもあるし、なんかタイミングがいいとか運がいいっていう表現もあるけど、その運っていうのはどこにでもあって、その自分の方のサイクルがその時に合うかどうかで、その自分の方のサイクルをもっと分かっていくともっと迷子にならないし、人に合わせて、まあね、パチンコ屋さんとかに行ってさ、まあ、ザーザーしてるとなんか孤独になれる人もいるかもしれないし、それになんかさギャンブル性があるからさ、なんか本能の方にあれしちゃって止められないって人もいるかもしれないし、雑踏の中にいた方が孤独感じるし、うん、だもっと言うとそのコミュニティの中でこそ孤独感じたり、うん、あと一人でいることの方が自由だったりっていう、なんか、まあ、矛盾してるけどそんなことはいっぱいあるよね。だその人と付き合うことが難しいんですっていう人、まあ、私は、まあ、基本なんか善人みたいなこと言うけど、私ものすごい口悪いんで、なんか人のことそんなに褒めたりしたりしないって、私にさ口が悪いって言われるくらいだけど、それはなんか別に人を貶めてるんじゃなくて、その本当に思ってることだけ言ってるというか、なんかだから理想の話はあんまりしてないっていうか、そうするとなんかその楽しいこともあのコミュニケーションになるし、例えばディスってもそこがコミュニケーション取れた、ただ悪口言ってるんじゃなくてっていう時に、あ、いい話だけをするってことはまあまああんまりしない、代わりにやっぱそれはまあある程度近しいからまあできることで、うんうん、そうですよね。でそのある程度近しくなることをやっぱり拒否らないでいけないと、うん、なんかまあ会社で同じプロジェクトでね一緒に頑張るっていうところで、うん、まあ別にプライバシーをね一緒にするわけじゃないけど、まあ、コミュニケーション取れるっていうことはやっぱり自分がどう思ってるか相手がどう思ってるかって気持ちが分かるってことで、うん、その時にだから今その厳しいこと言ってもやがてそれがあの力になるとか、うん、あのその時は言わないであげる優しさだったり、あのもうどうにもならない時はまあ見守るじゃないけどってこともあるかもしれないけど、人間関係って、まあ、一口に言うけどやっぱ人間ってさ人だけどさ、人間って書くじゃん、だからその人の間で生きてるのが人間で、まあ、地球人であり宇宙人でありみたいな、でも根性なんて本当一回しかないから、この中でなんかどんだけそのいろんなことを経験できたり、まあ自分のいろんな思いにこう触れたりすること、若い時はもう面倒くさいと思うかもしれないけど、だんだんそういう自分の可能性、もう私のいつも言ってることで可能性の上に立ってるっていうかさ、なんか何ができない何ができないじゃなくて、この間でも申し訳ない、ミュージカルのさあのなんかね声の出す出るキーを書いてくださいっていうやつにさ、これは出ないっていうところを書けっていう人がいて、私初めて聞いた、ここは出るっていうのでキーを言ってくる人を初めて聞いた、うん、あ、だと思ったから、うん、ここからここまで出ますっていうのを出せって思ったら、うん、ここは出ませんっていうのを書いてくれって書いてあって、うん、結構ネガティブな人かなこの人と思った、まあ、まあ確かにできないことを書いてもらった方が分かりやすいのかもしれないけど、だ人によってだからさその取り方が結構違うから、そうですね、方向がこう見る方向というかね、うんうん、だからなんかその、まあ、例えばその人が間違ってるなとこっちが思っても、その人がどうしてそういうふうにいるのかを見れば、ああなるほどそうなんだと、そしたらそっちが見える方の話をしてあげれば、うんうん、まあ、嫌で見ない人もいるかもしれないけど、それがなんかコミュニケーションの術かな、なんか私としてはそうやって追い込んでいく、うん、見えるところに追い込んでいって、うん、結局上に抜けなきゃいけなくなるっていう、それがなんかまあ私みたいにやれとかじゃないけど、何かその、ま、間違いがあっても、うん、そこを卑下するんじゃなく、とがめんじゃなくて、そのことがなぜそうで、でそのことをどういうふうにしたらいいかっていうふうに考える、うん、それがすごい大事だと思うね。音程もなんかさここを目指すんじゃなくて、うん、この間に入るっていうような取り方をするの、うん、絶対音感のある人もいるけど、うん、あの調和だよね結局、うんうん、令和はだってビューティフルハーモニーなんでしょ英語に訳すと、え令和ってそうなんですか、そうだから調和の時代のはずなのにコロナとかなっちゃってね、あれ だからそのなんかその間に入るっていう声を出すときに考え方だ、人と人とのコミュニケーション、まあ、一人ずつ話すけど、その話すときにどうしてその人がそれを言うのかとか、どうしてここでうまくいかないのか、どこでどうこう管理されるのかとかっていうところを、まあ、一人一人話したときに同じようにするためには全部違う話し方をしないと通じないんで、それはちょっとめんどくさいけどすごくやってるかもしれない、
つなげるために、ね、そう、なんかレッスンで一番なんか大事なのは会話だと思ってるから。